87.7 FM Radio Kawako Talk Talk Radio。11月18日土曜日、時刻は5時7分を回ってます。 88.7 FM Radio Kawako Talk Talk Radio。 お待たせいたしました、ゲストコーナーです。今夜のお客様、シンガーソングライターの現在ではなく加古さんです。一瞬なんかあれこの DJ どうしたんだろうって逆に心配したでしょ。忘れちゃったかなって。いやずっと言えようと思ったけど、どうあれ過去現在、まあ迷ったんだけどピッちゃいました。加古さんです。 KACO、 K だけが大文字で、あと小文字で、はい、KAC、 これひらがな表記じゃなくてやっぱりあのローマ字表記、ローマ字表記です。KACO 加古さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや僕も前澤さんもね、皆さんラジオ聞いてる方もそうだと思うけども、はい、楽しみにしてて、本当楽しみでした。このねもうね初めて聞いた時からね、あのこの川越ボイルシングの主題歌、はい、ハマったんだよね僕は。ものすごくそうなんですよ、先月のラジカーレコメントだったんですよ、はい、1ヶ月ずっとかけてたんですけども、はい、全番組全番組、はい、もうありがとうございます。いやいやもうねあの惚れましたね。まあ、もう素敵な曲で素敵、うっとりしてましたよね。そう、なんか本当のなんて言うんだろうな、カゴイボイシングも生きてくるし、はい、もう他のねあの映画でもドラマでもいけるぐらいの、うん、合うんですよこの曲が。ありがとうございます。はい、で楽しみにしてたんですよね。そうゲストさんにいらっしゃるということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このねあの川越ボーイズシーン、これあの川越を舞台にしたアニメなんですよ、はい、10月のね9日からもう始まってます、はい、うん、見てますか皆さん。はい見てますね、はい、うん、あのこれチャンネルもいっぱいあってね、ちょっと後で詳しく言いますけども、はい、配信のものもあるし。そうですね、やっぱりこの川越の人たちにとってみれば嬉しいですよこれ加古さん。いやあの本当このアニメが決まってからかなり川越に来る機会が増えたんですけど、そうですか、うん、やっぱこうアニメの主題歌歌ってますっていうと皆さん、ああ川越ボイスシングのっていう風におっしゃってくださるん で、私も嬉しいですね。いや、はい、もう川越の人にとっては加古さんはもうね、もう身近な存在になりましたよね。現在だよね、現在だよね、過去じゃないよねもうね。はい今を生きて、はい、おります。で今日はね、3曲お届けしますけども、はい、普通はねこの1曲目にねあのこう川越ボイリシングの主題歌が来るんだけど、あまりにも、はい、ちょっともう僕の中でも挨拶の中で名曲すぎて、はい、これ1曲目かけたらもう世界がそれで終わっちゃうんじゃないかっていうんで改めて1曲目に行きましょう。ちょっとためます。ためます。はい、であの違う曲をね1曲目にね、ちょっと用意しましたんで、はい、ちょっとじゃあ、加古さんの方から1曲目じゃあの曲紹介お願いします、はい、はい、それではじらされましてまず1曲目は、お聴きください。加古で少年アルファ。 Radio Kawako Talk Talk Radio。お届けしたのは今夜のゲスト過去で少年アルファでした。いややっぱ僕声ですね、声に惹かれますね、うん、嬉しいです、まあ、もちろんあの、ね、音もすごいいいですけども、うん、なんか抜け感がすごい素敵ですよね。何感？抜け感。抜け感って日本語なの？違います。でも今結構髪とか、うん、服とか、すいません、80年代80年代の人間に。これアンノンの色彩、4曲入ってますけども、今お届けしたのは2曲目の少年アルファをお届けしました。これが 10月18日ですか、リリースされた、ね、セカンドシングルです。はい、じゃあアリサさん、はい、なんかもう早速この YouTube の宣伝からいこうか。 YouTube ですね、あの先日
YouTube の何回かやられてますよね。やっております。まさかまさか見てくださってる、はい、ありがとうございます。はい、見ました。楽しいですよね。ありがとうございます。ご自分でキーボード弾き語りとか、はい、アニメが放送されてもう終わってそのまま駆け込みでYouTube で生ライブやってるんですけど、はい、それがまた楽しいんですよ。私もそのドラマを見てから、うん、そこになんか一緒にもう流れワンセットになっております、はい、ここまでが YouTube ライブまでが、そう、どうやってんの YouTube って。そこからですか。YouTube というあのサイトがございまして、あの動画を配信するサービスがあるんですけども、はい、ありがとうございます。いつやってんですか。月曜日のアニメ放送後ですね。月曜日、はい、月曜日が一番最初になるわけですよね。そうなんですよ。時間決まってんですか。時間が23時半です。11時半、夜の11時半から、はい、何分番組。30分あるかな、あるかですかね。あ、うん、でもアニメの中の挿入歌歌ったりとか、うん、もう今流行りのアクリルスタンドをこう持って今日のおさらいをって言ってみんなこう話したりとか。何ですかそのアクリルスタンドって。アニメのそのキャラクターがこうアクリルスタンドになってるの結構ある。ポスターありますよね。まあありますね。カウボーイボーイズシングも大きなポスターですよ。もうカウボーイどこでも貼ってますかこれ今。はい、分かりやすく説明していただける YouTube ということですよね。加古さんの魅力も、うん、川越の魅力も、うん、ドラマの魅力も全部伝わってきますね。そうそう、かなり川越の話してます。きっかけは結構このアニメをきっかけに川越に遊びに来ることが増えたんで、うん、まあ、その時にこう行ったお店とかこう食べ歩きしたものとかっていうのを写真と一緒に紹介したりとか。うわ、これはもう川越の人々はもう本当に大歓迎ですよこれ。もう川越の人だけに見てもらったらいいぐらいな感じで、もう川越ばっかり話して、川越のことばっかり話して、身近な話がボン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 出てくるので、うん、楽しくなります。うん、まあ、ぜひぜひね、はい、YouTube をね、どうやって見るか分かんない方は自分で喋ってください。分かんない方は私の DM とかで、ね、聞いてもらっても大丈夫なんで。え、DM？ はい、DM で YouTube どうやって見るんですかっていうふうに質問してもらったら、いいんですか全然。本当ですか。どうしよう、これでなんかすごい変な DM。 大変なことになりますよ。嘘です。あーもうこんな、加古さんこれ生放送なんだからね。ウェブで調べられます。このね、本当に川越ボーイズシングは10月から始まって、こう埼玉県川越市の、まあ、架空の学校を舞台にしたアニメなんですけども、はい、その主題歌を歌ってらっしゃるのがこの声のゲスト加古さんなんですけども、じゃあ川越、例えばこの間先月行われました川越祭りとかはいらっしゃいました。ちょうどその日にラジオだったんですね。でそのラジオの放送中に、いや今日川越祭りやでみたいなのに教えていただいて、じゃあこのまま行きますわって言って行きました。はあ、行きますわってことは、じゃあ西の方なんですね。愛媛出身です。なんかね、僕はねお城のニュースになと思ったんですよ。松山城、どこのお城かなと思って。そうですよね。ちょっとね、お城とね、なんか路面電車の匂いしたんですね。あ、お詳しい。みかんはないですか、みかん。え、みかんは。みかん、ちょっとそこまでたどり着かない。いや、なんとなくこう、夏目漱石の匂いもしたんですよ。松岡式、夏目漱石。ね、はい、あ、なんかお風呂のね、この銭湯の、もう有名な、ありますもんね。ありますね。入ったことないんですよ。でもあるあるじゃないですか、こう近すぎて、それはあるかもしれませんね。その道後温泉って言うんですけど、松山市にいる有名な観光地があるんですけど、道後温泉の真ん前に足湯があるんですね。いつもその足湯で満足して帰っちゃう。あ、なんかそんなもんですか。帰っちゃうんですよね、まだ一回も入ったことなくて。 なんですか、温泉あんま好きじゃない。いや大好きなんです。それこそこの間誕生日30歳になったんですけど、あ、すみません自分から言っちゃった。もったいないな。自分から誕生日になって、その日も温泉行ったりとか、うん、あ、そこは温泉行かれたんですね。はい、その日も温泉行ったりとか、そのぐらい温泉大好きなんですけど、そんなもんなのかね。近いとそういうのありますよね。だって愛沙さんなんて未だに東京タワーとスカイツリーの区別わかんないんだからね。そんなことありません。どれくらい関東に住んでんのと思う。シーンとなりましたスタジオ。誕生日は11月のこれ誕生日8日水曜日に8
10日前に、10日前ですね、10日前にね、もうもうご自身がおっしゃいましたから、はい、私も、はい、ね、なんか特別にそのあと温泉以外になんかやられたんですか。温泉で初めてやったことがあって、うん、赤すり人生初体験してきました。あ、なんかはい、こういっぱいゴミが出てくるちょっとやめてください。ゴミじゃない、あのなんていうの、なんていうの、赤すりです。赤すりです、はい、いろいろこの皮膚のね、老廃物が出た方がいいらしいですね。こう出た方が肌の状態がいい。おで、フォローですかね、これは。赤すり、人生初ですよね。人生初です。そんな、だって赤すりって特別なものはそんなにいかないでしょ、本当に。そうです ね、 韓国とかね、旅行に行くとは確かにしますね。します、うん、痛くなかったですか。いや、気持ちよかったです。なんかこう29年間のなんかと思ってたものを全部やっぱそういうものが出してもらったっていう目的があってやったんですか。そうなんです。30迎えるにあたって、うん、やっぱ29歳までの赤を落としてすっきりした気持ちで迎えたいなっていう。後ろにベッドに寝るわけですよね。そうです。後ろにひっくり返るときあるじゃないですか、はい、そのときすごい力じゃないですか。え、ソフトタッチでした。あ、結構グイッてやられます。私一番最初体験した時に、うん、すごいガタイのいいおばさまがやってきて、はい、で落ちないように、滑るじゃないですか、石鹸でツルツルになってるので、うん、落とさないようにガチッと腕をつかまれ、うん、反対にひっくり返されたんですよね、うん、それからすごい手にあざができて、うん、すごい握力のそのイメージしかないんですよ。もうそういったイメージ持つとね、はい、赤すりっていうとすごい手に力が入れた。ひっくり返す時の握力がもう一番、はい、すごかった。すりそれはなかったんですね。なかった。ソフトの多分同い年ぐらいの女性の方でしたね、私が行った時は。すごい方、多分行ったところが違ったんですね。いい感じで出てますよって言われました。いい感じで出てます。気持ちいいですよね。気持ちよかったです。男はなかなかない、行かないから。そういうところは、あ、男性はダメなのかな、あんまりね、少ないからね。あ、男性でやってる方があんまりいらっしゃらないかもしれませんね。はい、まあ、加古さんはそのお年がね、なられたということで、はい、なんか今年、まあ、来年にかけて、はい、いやもう年もね20代から変わったし、はい、ここはちょっとやっていきますよ、決意みたいなのがあるんですか。決意ですか。決意っていうか、これだけは やりたいとか、強いなんか。あ、でも一箇所行きたいところがあって。場所ですか。場所なんですけど、うん、洞爺湖にずっと行きたいんですよ。北海道。北海道、はい、ずっと行きたくて、なんか映画で一回洞爺湖が舞台になった映画を見て。何ですかね、うん、優しい、あとパンの、大泉洋さんと原田知世さんが出ている、はあ、幸せのパン、はあ、そういうタイプ、幸せのパンという、はい、うん、映画があって、うん、でそれが洞爺湖がメイン、舞台になってるんですけど、うん、そこからずっとなんか行きたい場所、なんかこう惹かれる場所なので、行きたいな、できれば一人で行きたいなみたいな。できれば一人やっぱり活動するときはやっぱりマシンガーソングライターですから、一人の方がいいですか。多いですね。なんかまあ友達ともちろん遊ぶこともあるんですよ、うん、でこう買い物行ったりもするんですけど、よく行くのはやっぱ買い物行こうって言ってお店には行くんですけど、お店で別行動みたいな。だからもうおのどほんじゃって言って、じゃあほじゃみたいな感じで、なんかいいのあったんだ、なんとなく合流するみたいな。最後のその記念の言葉がほんじゃって言うんだね。ほんじゃでも暗黙の了解です。別れる時、はい、いいですね、ほんじゃ。そう、見てきますみたいな感じです。なるほど、ね、うん、でもね、来ましたよ、はい、そういう友達に生まれて初めてライブに行ったのが愛媛時代に、はい、これ15歳でしたっけ。15歳ですね。15歳の時にね、はい、地元で初めてライブに行って、初めてライブで、それがちょっとね、このメモがね、最近ねこの乾燥しちゃってね、めきれないんですよ、声が彩香さんのライブ。彩香さんのライブ、そうです、そうです、ね、はい、で友達と行って、はい、ファミレスに行った後に、はい、加古さんが私歌手になるわって言ったんですね。そう、トイレでこうやっぱ中学生の女子でこうトイレでこう髪とかしながら鏡見ながら話すじゃないですか。ありありですよね。あれですよね。でこうとかしながらちょっと私歌手になるわって言って、で友達が横で多いんじゃない頑張れみたいな。それをさーっと覚えてるんですね。覚えてます。すごく印象的でした。その友達覚えてますかね。覚えてますね。今でもあの時覚えてるって言って、覚えてる、めちゃくちゃ覚えてるよって言って。そしたら本当になっちゃったから、感想どうだったんですか友達は。いや、なると思ってたよ、そういう感想、それとも、本当になっちゃったねみたいな。でも、なんかなると思ってたとは言われましたね、後から。やっぱり、なんか持ってたんだね。すごいですよね。そう
その場にいた友達も友達は本当にそのなんか第一歩を見てくれた人なので、実はねその時の、ね、映像が、ね、あるんですよ。ないよ。あったら怖いじゃん。いろいろ問題が怖いですよ。あったら怖いの洗面所だ。何を言ってるのかね君は。中学生を犯罪ではないかしら。よくないです、よくないです。じゃあもうやっぱり自分でなんか何気その時は何気に言ったわけでしょ。何気に言いましたね。なんとなくこう歌好きだなとか、それこそ小学生の時とかは、うん、当時モーニング娘さんとかに憧れてたので、いいからとか、いいからあのおもちゃがあってカラオケ ありました、はい、でもう全部モームスの曲なんですけどモームス曲縛りカラオケみたいな。歌ってたんですか。歌ってました。歌うのが大好きな子供。大好きでしたよ。ばあちゃん家でこういとことこう布団の上でステージみたいにして。ああもうそうだったんですね。ばあちゃんなんか変な花柄のストール声巻いてうーとかやったりしてました。ノリ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 でやってました。もうなるべくしてなったんですね。加古さんってお話がどんどん出てきますね。もうその頃から作曲もやってたんですか。軽く作曲は15歳の頃に。あ、15歳から。いやでも黒歴史です今考えると。うん、まあ、だその時でなんで作曲したんですか。ピアノかい。ピアノですね。ピアノとあともう本当メモ帳に書くような感じで授業中とかに書いたりとかしてました。ポンポンとこう浮かんだ時にメモっておくっていうことですよね。当時は今は結構そういう風にこう思い浮かんだワードとかなんか塊で書くこと多いんですけど、当時はもう本当に形から入る見よう見まね。それこそそう彩香さんが中学生の頃に作詞作曲を始めたっていうのをなんかインタビューで読んで、私もその年だとやんなきゃみたいな形からでしたね。前向きですよね。もうすぐもうそっちに行っちゃうんですね。そっちに行っちゃって、やんなきゃってなって、内容とかは本当あんまり覚えてないですけど、モノマネみたいなところから最初はやってたかなと思います。うん、いやこれで僕らの、ね、夢が今できた。いつの日か綾香さんと一緒にライブやってもらう。応援しようみんな。震えますね。いやもうそうなった証に震えるよもうこれ。本当ですよね。もうラジカーもあの全部、はい、リスナーももう立ってられないと思います、ね、いや僕も多分立ってられないでしょうね。その前にやってくださいもう杖になったらもうダメですから。もう早めに実現してもらわないと困っちゃう。理由がそういうことですね。もうそっちなんですよ。椅子がある会場とかでね、はい、ありがとう。優しい。もうね、まあ、リスナーから聞く早く聞かせてくれよ高橋さん。この川越ボーイズシングのあのこの主題歌あのの色彩聞かせてくれよとテレビで聞いてるんだけども、 CD から聞いてんだけど、いきますか。じゃあいきましょうかね。じゃあ、はい、あの加古さん曲紹介お願いします。それではお聞きください。加古であのの色彩。 88.7FM Radio 川越 Talk Talk Radio。お届けしたのは過去でアンノーンの色彩でした。 Talk Talk Radio on 88.7FM. Thanks for listening. Tonight's guest シンガーソングライターの加古さんです。加古です。よろしくお願いします。いやもうみんなこのスタジオの中がねなんか映画浮かぶって、みんなこの川越ボイシング見てますから、はい、もう本当にこうクリアに浮かんできますね。そうですね、映画ね。はい、川越を歩きながら歌ったいとかなったことありません？それいいですね。それいいですね。はい、散策しながら、はい、そう TV でね。いいですね。はい、やりますか。ぜひやってみてください。あ、僕は絡みますよ。お願いします。あの人力車役とか。あ、そういう。そう。いや乗せたら俺そんな体力ないから。川越祭りの時のあの出汁みたいな。あれはでもね神聖なものだからね。あ、乗っちゃダメね。乗っちゃダメなんですよ。それこそもうあのもうよからぬことですから逆に出汁に向かってお願いしますって言わないね、佐藤さん。出汁
弾かなかったんですか、お祭り。弾かなかったんですよ。見て楽しみましたけども。だってあれ誰もからも弾けないじゃん、だって。はあ、私に言ってくれれば力で来年だね。来年ですね。ちょっと来年弾かせてもらっていいですか。もうね、来年はね、もうね、いや表でね歩けないぐらいになる、加護さんは。悪いけどもうファンがもう殺到しちゃって、はい、祭りとして成立しないからもう僕はもうそう思う、決めてるから。私と一緒に PV 撮った方、いや本当にいらっしゃるんですよ、過去。川越祭りで。そうなんです。過去に変わったね、もう。過去に、過去に。ちょっとごめんね、お話すいません。はい。このアニメね、川越ボーイズシング東京 MX テレビ、BS11 で毎週月曜日の午後11時からおね。はい。そしてあのテレビ埼玉、通称テレタマで毎週火曜日午後9時からおね。ね、ぜひぜひ皆さん見てください。それでこれね、はい、川越ボーイズシングだからなんとなく分かりますよね、はい、高校を舞台にした、はい、でこのやっぱり合唱団が出てくる、はい、まあ、合唱部というか、そこでみんな歌う。なんと加護さんも合唱部の出身、はい、そうなんです。高校時代なんですって。高校時代、はい、これがねまたねリンクしちゃったんです、ね、結果的に繋がりました ね、 ね、不思議なご縁でしたね。不思議でしたねこれ。でしかも、うん、こう音楽活動する上でいつか合唱曲書きたいってずっと思ってたんです、もうやりたいことリストって書いてたんですノートに。で今回このアニメの主題歌としてもあるんですけど、うん、アニメの中で課題曲としてもこの安納の色彩っていうのが歌われるので、うん、なんかある意味合唱曲書いたっていう、うん、2つこう主題歌と2つ、ね、はい、夢が叶ったような感覚です。いやあるんだね、こういうことが起こるんですよ。また素敵な曲ですからね。うん、よく選んでいただいたっていうか、川越も嬉しいですよね。うん、だからその、はい、あの全てねマッチングしちゃったの。うん、そしてラジオ川越でしょ、はい、1ヶ月間 で、 あの声とライブビジョンって、ここは大きなビジョンがあるんですよ、はい、そこでもこの川越ボイスシングの、はい、予告編みたいなのをずっと流して、はい、もう知名度アップでね、はい、もう至れり尽くせりで、うん、川越の街とリンクもするの で、 で、ね、曲と、はい、なんか本当アニメ見てても、うん、こう実際に川越歩いててあこの景色アニメ出てきたところやとか、すごい作画が本当に綺麗 で、 綺麗です、ね、すごく緻密に作られてるので、なんかそれを楽しみながら川越散歩するのがすごい楽しかったです、この1年本当に、はい、でこの主人公の自宅の洋菓子屋さんでこのヒロっていうところなんですけども、そこでも、はい、あの洋菓子を購入された、行ってまいりました。お店ですものね、はい、もうほんとアニメのあの絵の感じそのまま、そのままサイズ感も、はい、美味しかった、ね、美味しかったですか。美味しかったです。あとはこの、 あのジャンボふ菓子、これ皆さん買ってきますもんねこれ持って帰るの大変でしたでしょ大変でした。まだ食べてないですね、あれどこに今どこにあるのまだ食べてないんですけど、買うだけちょっと買っちゃって、買って持って帰ることがステータス食べます、ね、あれどうやって食べ、1日で食べれないですよね。でも、はい、やっぱジップロックとか、ね、はい、分けながら、そうですねカットしながら、そうですよね、はい、すごいなんか家庭感の言葉がジップロックって家庭感すごい、あのチャックが閉まるやつですねつけてしまうね、チャックピシッと閉まるやつ、はい、あれジップロックだよね、はい、ジップだっけ、はい、ジップロック、はい、で手元にねこのね過去30 days songs、9月10日から10月9日30日間30曲連続投稿ってなんか見出しがあるんですけども、うん、はい、これカバー曲が結構あるんですよね。そうです、ちょうどこのアニメが始まる1ヶ月前ぐらいにスタートしたもので、うん、と1日1投稿、新旧問わずいろんな私が好きだなと思った曲をカバーする、それで30日間30曲連続投稿になったんです。レパートリーが広いですよね。いろいろと歌わせてもらいました。え、ピンクレディの UFO これちょっと聞いてほしいですインスタで聞いてほしいです。インスタで聞けますか、はい、インスタでね、ノラ・ジョーンズの Don't Know Why もあるし、はい、それから藤井風もあるじゃないですか、はい、歌いました、はい、これ、ね、得意なんですかこのカバーするの。カバーは、うん、実はそのコロナ禍に YouTube でこうカバー曲をアップしてたんですね。はは、で70曲80曲ぐらいアップしてたんですけど、うん、まあ、それのリバイバルみたいな感じで今回やってて、なんできっかけとしてはコロナでライブができなかった時に家で宅録してっていうのがスタートではありました、はい、
宅録みんなわかるよね、お家で、はい、録音宅録、この番組結構ね高齢者の方多いんですよ。宅録というのはですね、だいたい70以上の方ですよね、これね。そうなんですか。そうなんですか。いやそこ信じちゃいますよ。信じちゃいますけど、初めて聞きました。あ、違うんですね。でね、このカバー曲の1曲でビーズのウルトラソウルがあるんですけど、これちょっとええと思ったんですけど、思いますよね。これあの加工流で歌うんですか。加工流で歌わせていただいております。でもこれって結構激しい歌でしょ、元の曲って。ビーズのウルトラソウルね、はい、ってやつですよね、うんうん、はい、ちなみにちょっとだけ歌っちゃいますか、ちょっとだけ、ちょっと歌っちゃいますか、大丈夫ですか、歌っちゃいましょうか、ちょっとだけですよ、ちょっと、うんうん、ちょっとビーズ下げますね、ちょっとお水をちょっと、はい、キュートね、はい、もう無理せずちょっとだけです、ラララヒューハハ、大丈夫ですかね、聞こえてましょう、ますかね、ハハ、いきます、ラウ、うんうん、夢じゃないあれもこれも、その手でドアを開けましょう、祝福が欲しいのなら悲しみを知り一人で泣きましょう、そして輝くウルトラソウル。これ欲しいね。ドキドキしました。これ欲しい場合どうするんですか。欲しい場合YouTube など、あ、はい、YouTube で SNS ですね、 SNS で、はい、聞いてもらえれば。え、 SNS からその過去で出てきますか。過去で出てきます。一応インスタグラムが見やすいですかね。あ、インスタグラム、はい、あ、これちょっとまたね、オリジナルと違うね、ま、はい、雰囲気があって。そうですよね、夜でも僕聞けます、これだったら。もちろんそうですよね、ね、本曲は結構ほら、はい、アゲージ歌じゃない。どういうイメージで歌ってるんでしょう。イメージ、はい、あの大元のそのビーズさんが歌われてるウルトラソウルも炎、メラメラ、パワー、魂って感じだと思うんですけど、うん、私はもうなんていうんですか、青い炎を粛々と思い続けている、でも熱は高い青い炎っていうのを裏テーマで勝手にはい、イメージしました、はい、ということで、はい、素敵ですね。こういうのって難しいですよね。本当いろんな曲、それこそこのアニメとつながってるじゃないですけど、うん、はいはい、まあ、合唱っていうので、まあ、一人合唱みたいな感じで声をこうたくさん重ねてアレンジして、一人合唱、一人合唱してます。そんなもんやってるんですか。はい、UFO とか、そうですね、ピンクレディ、 UFO とかは本当いろんな声をダッダッダッとかそういうのも重ねたりして、リズムとか、はい、ハーモニー作ったりとかして、なんか一個のもうあのお皿にしてほしいよね、あのインスタグラムじゃなくて。ちゃんとしたこのお皿ってこと分かる。はい、こういうね、なんか CD にして、はい、ね、あ、いやいや、僕の顔見られてもちょっと。いや僕ね、無限のね可能性をね秘めてらっしゃると思うんですよ。はい、もうだから2024年来年になりますけども、楽しみですね、加古さん。ありがとうございます。いや、言っていいですか、占いの人に30歳から売れるって言われたんですよ。やっぱりね、僕もね、こう見えてもね見えるんですよ。いや、なんかもう聞いた瞬間からね、もう思ったんですよ。はい、うん、だからやっぱり顔声でしょ、ラジオ顔声でしょ、うん、ね、この1ヶ月間で顔声ボイシング、はい、なんかね、もう本当にこの舞台を整っつつあるんですよ、もう、はい、加古さん、そうですよね、来年スーッと行くんじゃないですか、これ楽しみですね。ちょっと身を任せていきたいと思います。はい、ぜひその占い師、僕も紹介してほしいと思いますまた実際川越にもたくさんいらっしゃってて、本当にたくさん来てます。で、うん、そこがまた嬉しくなりますよね。あ、訪ねてくる、あの川越にね、お目になってくるってことね。いろんなお店の方とこう触れ合ったりとか、うん、で、お店に行ってその店主さんと話してる時に、周りにお客さんとしていらっしゃった方が、はい、え、何みたいな感じで、あ、実はアニメの主題歌歌ってて、で、あーっていう風に、うん、で、後からまた川越散歩なんで、うん、その方もこうぐるぐる回られてて、はい、ちょうどばっさりその時の間のところでお会いしたんですよ。で、あ、
トさん頑張ってねっていう風に声かけてくださったりとか、一番嬉しいですよ、本当に嬉しくて、うん、だから川越来だしてから、うん、本当になんか愛がある街だなってすごい思います、うん、本当にそうと思いますね、うんね、小江戸の香りが残るね、はい、小江戸川越ですから、川越、はい、またこの安納の色彩ってこの特にあの加古さん話してるとこ色の話結構出るじゃないですか、はい、あの表の裏とか裏の色とか、はい、で川越も結構色にあふれてる街ですから、うん、やっぱり新旧、はい、うん、そうですね、混ざってるとこだ、こう大正の時代の建物があったりとか、歩きながらびっくりしました、あ、こんな通り急に入ったらこういう大正の建物になるんだとか、しかも私が気になったのが、すっごい渋い厳かな、あの洋服屋さんも古くからありそうな洋服屋さんがあって、マドマゼルかな、違うかな、あ、でも漢字だった気がします、なんとか店、女屋さんっていう、なんとか、うん、なんとか店、本当に渋い、見た目のお店さんがあって、うん、私ずっとあの SNS で婦人服デビューっていうのをやってて、うん、婦人服屋さんに行って、うん、その婦人服を選んでコーディネートして着て写真を撮るっていうのをずっとやってたんですよ、やってたの、ずっとやってたんですよ、なんでこうちょっとこう、はい、見つけるこの婦人服を見つける上っていうのが多分すっごくあって、川越歩いてた時も、あ、婦人服屋さんっていう意味で、その渋いとことかもここまでやってるんだと思って行きたいなと思いながら、はい、え、じゃあ自分でその洋服買ってきてそういう刺繍とかするんですか、わ、やったことないんですけど、うん、したいんですよ、あ、したいのね、はい、たまにこう作品撮りって言って、あのカメラマンさんとあとメイクさんと集まってなんか写真を撮りましょうっていうことがあると、うん、はい、じゃあなんか衣装私考えるねって言って、まあ、自分が持ってるものとか、あと自分家にある例えばこう包装紙みたいなのものとかビニール袋とか組み合わせて服っぽいパーツにして、それを衣装として使ったりとかっていうのは結構好きなので、なんかやれたら楽しそうだなって今年から、はい、思ったりしてます。今、はい、写真を、あ、それ、はい、いただいたんですが、ご自分でこのように婦人服デビューということで、うん、すごいレトロな感じで、はあ、はい、こちらご自分で自分で、はい、コーディネートして、街と一体化になってますよね、街、はい、の商店街にあることが多いので、その街の雰囲気も込みで、すごくこう素敵な写真に、これはもう雑誌社が飛びつくね、はい、お願いいたします、また違った顔を発見しましたね、いや本当だからもう本当無限の可能性ですよね、で、あのライブとイベントがですね、もう今年はもう11月の18日ですから、はい、あ、もうほぼ終了ですかね、今年の活動は、そうですね、うん、今のところもう終わっていて、はい、うん、はい、まあ、ちょっと水面下で、うん、おにおにやっております、あ、水面下でね、 あ、なるほどね、やっております、今日18日ですもんね、はい、いや、ちょっとね、もうあの僕らもあのもっと今年も残り少ないあの番組の、数になりますけども、はい、この先月はねパワープレイでずっとかけてましたけども、はい、ありがとうございます、ちょっと来月もなったらこの安納の色彩、はい、あのかけてみたいなと思ってますね、またこの師走にね、あのなんかぴったりこういろんな今年も思い出しながら、うん、あ、アリサさんっていい人だったなとかね、え、あ、ごめん、過去形ですか、現在だった、ごめん、過去だった、過去形そういう曲だもんな、うーん、アンノーンだから、アンノーンの色彩だから、はい、ちょっとまたね、これね、あのライナーノーツもご自身で書いてらっしゃいますけども、なんかちょっとこう、こう小説家じゃないんだけども、ちょっとこう深いこう洞察力というかね、ね、なんか哲学っぽいのも感じますね、僕はね、本当ですか、うん、だから余計だから楽しみ、うん、ちなみになんですけど、そのジャケット CD のジャケット、はい、自分で撮ったんですか、これこれ何で書かれてると思いますか、書かれた、はい、これ、まあ、デザインされてるんですけど、何で、なんだろうこれ、じゃあそこまで言うんだったら違うもん、なんか絵っていうのですね、これ、はい、なんだと思われたさん、これジャケット表の顔のところばっかり見てましたお洋服のところとかなんかこう色彩画みたいな、何分かった、え私全然違う発想になっちゃいました、何一応言ってみて、なお料理料理料理じゃないです、料理じゃないんですよ、いやこれディレクター分かります、スタッフ、いや何ですか、
れろうそくを溶かして混ぜてるんですよ、いやこんな色になるんですか。そうなんです、本当にもう夏休みのワークショップみたいな感じで、私だとヘアメイクさんとか衣装さんとかみんな並んでこう机に ろうそくを垂らすスペースを作って、はい、じゃあちょっとなんか感覚的にやってみようって言って燃やしながらこう作っていて、あ、ここ綺麗かもって思ったところをカメラマンさんに撮ってもらおうっていう。え、ろうそくが溶けてる途中？溶けてる途中です。いや、これ、わかんない、そう言われても。しました。そうです、インスタでアップしてます。インスタでアップしてるんですか、はい、しております。それもあのインスタで皆さん見てください。はいね、はい、そのアンノウンなんで、まあ、本当何予測不可能なところで、ちょっと実験的な、どうなるかわからないみたいなものにしたいねっていう風にこうデザイナーさんたちとお話して、また発想、発想力がさ、楽しみながら、楽しんでます、はい、自身も楽しんでやってらっしゃるっていうところがとても素敵ですよね。で、川越ボーイシングだもん、はい、ね、いや本当にあのね、今日はお会いできてね、よかったですね。ちょっとあの来年のこの楽しみが一つまた増えた、はい、うん、させてください。本当ですか。させてください。あとホワイトビール、ホワイトビール行きましょう。ホワイトビール行きましょう。行きましょう、はい、ぜひご案内いたします。紅白とかさ出るようになったらさ、ラジオか、こうさせてください。竹井川さんでした。竹じゃないし、こうさせてください。そうすると過去何人かいましたからね。あの別のとこですけど、まあいろいろ事情がね、大人の事情があるんでね。いや今日本当にあの来ていただきありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったですよね。ぜひぜひ皆さんまずね、まあ、いろいろ今、あの説明しましたけど、インスタグラム、あるいは YouTube、はい、YouTube ぜひ、もしくはこの、もしくはっていうか川越ボーイシング、ぜひ皆さん、あ、川越ボーイシング、これぜひ見てもらいたい、はい、うん、はい、YouTube は過去 YouTube ライブということ、はい、はい、もういろんなあのこの入り方がありますから、はい、ではもうお別れになりますけども、じゃあ過去の最後にあのリスナーの方に向けて、ファンの方に向けてメッセージいただけますか、はい、川越の皆様、本当にご縁の感じるこの川越ボイズシングと、私の過去の出会いというもので、アンノンの色彩という曲を大切に書かせてもらったので、ぜひ皆さんアニメと曲と楽しんで聴いてもらえたらなと思います。はい、ありがとうございました。トークトークレディオ on 88.7 FM、 Tonight's guestシンガーソングライターのカコさんでした。ありがとうございました。では最後の曲紹介お願いします。それでは聴いてください。カコでまぐれ。 88.7 FM、 Radio Kawaguchi、 Talk Talk Radio。